だから、パパも頑張ってね。私待ってるから。時間です。孫が消えた。はい、どういうことだ。俺が命じたのは原子力発電所のデータを手に入れるためのプログラムだ。俺に無断で勝手なことを。あなたは人の上に立つ器ではない。所詮は利用される側の人間、それだけのことです。何？彼女はどこ行った？おい、ケビン！유나유니의수술이성공적으로끝났어요그리고제진짜이름을알게됐어요그래그렇다면더이상할말이없어나머지프로그램은만드느라바빠서말이야만들수있을까요확실하게작동할수있는완벽한프로그램을하고싶어말고야거래를하죠프로그램을완성시킬게요저건이뭐야저하고윤희를자유롭게풀어줘요더이상상관하지말고요윤희는당신을믿고있어요동생에게더이상상처를입히고싶지않아요믿고싶지않다면할수없죠경찰에출두하겠어요그래도괜찮겠어요잠깐4시까지 M2 에서봐요됐어요정말괜찮겠어설령내가잘못되더라도꼭체포하세요
ユナは無事なんだろうな。こんな見え過ぎた罠に見すみす私がかかるとでも思ったのかい。どこにいる。どうして俺に電話してきた。まあ同胞のよしみとして君に忠告しておこうと思ってね。プログラムは必ず私が完成させてみせる。 その前に日本から逃げなさい。俺もあんたに忠告したいことがある。自首するんだ。君は優秀なのかバカなのかさっぱりわからないね。私が自首など、するわけないだろう。24年前あんたは俺の親を殺して、 でも娘たちは助けた。なぜだ。あんたの中に最低限の人間としての良心があるからだろう。違うか。<笑>娘たちを助けたのはいずれ何らかの使い道があると思ったからだ。まあ今思えば我ながら賢明な判断だったよ。現にユナのおかげで プログラムの大半は完成させることができた。日本の経済は間もなく完全に崩壊する。日本への復讐、それがあんたの目的か。復讐？<笑>違うな。あえて言うなら正義感でしょうか。 日本の未来に対する老婆心かもしれない。この国はのんきすぎる。その昔自分たちが他人に与えていた痛みなど一度も振り返りもせずにずっと今まで過ごしてきたんだから。だから私も考えたんだ。